メイリン。どうしました、サクヤさん。最近ガンプラを作ったのよ。おー、いいですね。それで何を作ったんですか？これよ。ガンダムエイジ3-0ですか？いいですね。ね、結構自信作なのよ。それではサクヤさんの気分が上がってきたようなので、そろそろ解説しますか。それでは今回解説するモビルスーツはこれです。ジラ。ザラムが所有する量産型モビルスーツ。カラーリングは焦げ茶色。エグザ DB の中の設計図を元に真っ当な工房に外注して作り上げました。なお、この設計図についてはヤークドレからもたらされたものです。メインカメラはモノアイで、パワーに優れています。基本性能は地球連邦軍の主力機であるジェノアスより高いですが、設計図は意図的にデチューンされていることや装備が本来のものではなく構想を目的としているため、殺傷能力に欠けることもあり UE のモビルスーツに比べればまだまだ力不足です。構想を目的にしてるモビルスーツがあるなんてね。主な活躍。スペースコロニーファーデイン内の構想で使われており、エウバのゼノやエルメダと交戦していました。フリット・アスノの説得で UE を相手にエウバと共闘することになってからはガンダムやGエグゼストーとの連携攻撃を駆使して戦果を上げていきましたが、一方で撃破される機体も少なくありませんでした。武装。ジラマシンガン Z6。本気の紙兵装。UE のモビルスーツにはダメージこそ与えられないものの、牽制程度には役に立っています。ヒートホーク。接近戦用の武装。歯を赤熱化して対象を溶断しますが、これも UE のモビルスーツには通用しません。グレネード。モビルスーツ用の手榴弾。どこに装備されているかは不明。ドッツガン。ミンスリーにて追加された、新たな紙兵装。ビームサーベル。同じく、ミンスリーにて新たに用意された武装。UE のモビルスーツを溶断できます。シールド。柄が肩に装備しているシールドとよく似たものをサワンに装備しています。あら、ドッツガンとかビームサーベルって普通に装備できるのね。多分装備の規格が同じなんだと思いますよ。なるほどね。関連機体。柄。カスタム機。ゼノ。系列機。立体物はありません。次に解説するモビルスーツはこれです。柄。ザラムが所有するモビルスーツ。カラーリングは黄土色。ジラを改造した機体で、頭部にアンテナを増設しています。両肩にもスパイクやシールドを追加するなど、一部形状がジラと異なっています。何かいかにもな隊長機ね。主な活躍。パイロットはドンボヤージ。スペースコロニーファーデイン内の構想で使われており、エウバのゼノやエルメダと交戦していました。フリット・アスノの説得で UE を相手にエウバと共闘することになるも、ファーデイン付近での戦闘で大破。最後は巨大母艦に特攻して爆散しました。ああ、悲しい。装備。モーニングスター。本気の紙兵装。先端の鉄球部分を相手に叩きつけて破壊します。マシンガン。モーニングスターに内蔵されています。UE のモビルスーツにはダメージこそ与えられないものの、牽制程度には役に立ちます。シールド。左肩に装着されています。立体物は特にないです。続いて解説するモビルスーツはこれです。ゼノ。エウバが所有する量産型モビルスーツ。カラーリングは青紫と薄紫のツートン。エグザ DB の中の設計図を元にそれを真っ当な工房に外注して作り上げました。なお、このデータについてはヤークドレからもたらされたものです。メインカメラはモノアイで、機動力に優れています。元い本性能は地球連邦軍の主力機であるジェノアスより高いですが、設計図が意図的にデチューンされていることや装備が本来のものではなく構想のためのもので殺傷能力が低いことから UE のモビルスーツに比べればまだまだ力不足です。ちょっと騎士っぽいわね。主な活躍。第6話で初登場。スペースコロニーファーデイン内の構想で使われており、ザラムのジラや柄と交戦していました。フリット・アスノの説得で UE を相手にザラムと共闘することになってからはガンダムやGエグゼストーとの連携攻撃を駆使して戦果を上げていきましたが、一方で撃破される機体も少なくありませんでした。装備。ゼノマシンガン E15。本気の紙兵装。UE のモビルスーツにはダメージこそ与えられないものの、牽制程度には役に立っています。エイジ第6話ではエイジ1がシールドで防いだ際に長弾によってゼノの一機が頭部を破壊されています。スピア。接近戦用の武装。これも UE のモビルスーツには通用しません。マシンガン。スピアに内蔵されています。グレネード。モビルスーツ用の手榴弾。収納箇所は不明。ドッツガン。ミンスリーにて追加された、新たな紙兵装。ビームサーベル。同じく、ミンスリーにて新たに用意された武装。UE のモビルスーツを溶断できます。シールド。騎士型のシールドをサワンに装備しています。結構武装が豊富ね。関連機体。エルメダ。ラクトエルファメル用のカスタム機。ジラ。系列機。立体物はありません。最後に解説するモビルスーツはこれです。エルメダ。エウバが所有するモビルスーツ。カラーリングは紫。ラクト専用に改良したゼノで頭部にアンテナを増設し両肩にも装甲を追加するなど、一部形状がゼノと異なっている以外は同一の機体です。主な活躍。ラクトエルファメルの専用機として第7話から登場します。スペースコロニーファーデイン内の構想で使われており、ザラムのジラや柄と交戦していました。後にフリット・アスノの説得で UE を相手にザラムと共闘することになり、アンバット攻略作戦までの戦いを最後まで戦い抜きました。こっちは無事生き残れたようね。小説版。
コウモリ対峙戦役後はラクト使用機以外にも存在が確認されており、第5艦の3世代編においては米艦側の義勇兵として参加したイザベルコンコード少佐の使用する機体がシドによって地上に転送されたシドスレイブと交戦しています。この機体は赤と黒のツートンカラーで構成されており、旧コロニー国家間戦争時代に用いられたオリジナル機でもあります。武装。ヒートソード。本機の非兵装である両刃の実体験。刀身を赤熱化させて対象を溶断します。優位のガフランには全く効果がなく、片腕だけで糸もたやすく折られてしまいました。Sストック。小説版エイジにおいてはヒートソードではなくこちらを装備。カーボンナノチューブにも匹敵する超高度スチール製の剣で、赤熱化機能は有していない。モビルスーツの装甲を容易に貫く貫通力を持つとされています。ドッツガン。ミン3にて追加された、新たな武装。ビームサーベル。同じくミン3にて新たに用意された武装。エイジ作中ではガフランを人たちで溶断した。シールド。左腕に装備している菱形の実体盾。グレネード。ゼノの武装の一つである手榴弾。3DS 用ソフト SD ガンダム G ジェネレーション 3D で実装。関連機体。ゼノ。ベース機。実体物は特にありません。今回の解説はこれで終わりですが、どうでしたか、咲夜さん。4機も解説するから結構ヘビーだったわね。今回はこれで終わりですが、もし面白いと思ったらチャンネル登録や高評価、ベルマークの通知もしていただけると嬉しいです。あとコメントとかで解説の感想、こんな機体を解説してほしいとかあったら教えてほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。